アントニオ・ロッペス・ゲレーロは、スペイン・バレンシア州、ベニドルム出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは、左サイドバック。元スペイン代表アトレティコ・マドリードの、ユースチーム出身。チームが2部リーグにあった2001から02シーズンから、トップチームに合流し、1部リーグへの復帰に貢献した。その後 CA をさすがに、レンタル移籍し、2002から03。 2003から04の2シーズンを過ごし、リーグ戦欠場わずか5試合の活躍を見せた。ナバーラの登録名でプレーし、2002から03シーズンには2ゴールを決めた。アトレテコに復帰後は、登録名をロッペスに戻し、急速にチーム内での地位を確立していく。しかしながら2007から08シーズンには、マリアーノ・ペルニアにポジションを奪われ、 ゲオルギオス・セータリディスやフアン・バレイラの負傷に伴い、右サイドバックを務めた。アトレティコでは、首相も務めた。2014年9月に、現役引退を発表した。2005年3月20日、2006フィ f ファワールドカップ、ヨーロッパ予選のセルビア・モンテネグロ戦で、ホセ・アントニオ・レジェストの途中交代で代表デビュー。2005年には、サンマリノ戦で、初得点。 アシエル、デルオルノのバックアップ要因と目されていたが、デルオルノの負傷の際には、ペルニアが代役を務めたため、2006フィーファ、ワールドカップの出場は、サウジアラビア戦のみだった。ありがとうございます。